韓国から We Love Marines です。千葉ロッテマリーンズスペシャルアドバイザーの里崎智也が熱く語ります。でまずはここ1週間のニュースから。先週21日に古谷拓也投手、また22日には黒沢翔太投手の今季限りでの現役引退発表されました。ちなみに古谷投手といえば2010年の日本一に貢献、2013年にはあと一人でノーヒットノーラン、記憶に残る投手でした。まあ僕の唯一の後悔と心残りはこの古谷のノーヒットノーランをさせれなかったことですね。まあ僕結構自分のことは、はい、あの正直まあそんなもんやなとか、あっちからなかったなとか全然割り切れるし、後悔とかもないし、精一杯やった感はあるんですけど、人のことの方が後悔するんですよ。特に古谷は、しかもこの年2013年、それまで2軍で1回ノーヒットノーランしてるんですよ、小田井投手に。だから2軍でノーヒットノーラン、1軍でノーヒットノーラン1年間でしたら、これ多分すごいことだと思うんですよね。だから本当に最後まで行って、もっとああしとけばよかったなっていう唯一の後悔がこの古谷のことですね。まあ、古谷投手の印象はどうでしたか。まあ真面目すぎるっていう部分はあるんで、まあ僕が思い切って洗脳して、俺の言った通りやっとけば打たれないから余計なこと考えるなっていうのをすり込んですり込んでして、もう言うこと聞くようにさせすぎたところが僕が引退してから困ったとこっていう。なるほどね。それがちょっとね、最後まで面倒見れなかったっていうね。まあそれもちょっと心残りですけど、でもまあね、来年からチームのね営業部署に入って頑張るっていうことで、まあ古谷とはその後食事に行ったりとか相談事もされた時に、まあそういう営業とかしたら、まあ、今はできないかもしれないけど、まあ、3年間修行と思ってやって、そこから実績作っていけば最終的にはマリーンズの営業部長になるかもしれないし、やればやるだけ自分のチーム上がっていくんだからやりがいあるしいいやないかって。あ、そうか。まあ、他のこれとは言えないですけど、なんか出世もしないようなとこ行くよりは頑張った頑張った分だけ上があるところの方がやりがあるんじゃないのっつって、でまあ俺もスペシャルアドバイザーでいるし、俺の名前使ってもいいからどんどん仕事取ってこいって。もう良き先輩ですね。本当に古谷投手ね、本当お疲れ様でした。さあそして新たに新外国人選手を獲得したという情報も入ってきました、はい、一部報道によりますと、大リーグのアストロズなどでプレーしたことのある前レッドソックス 3A マッド・ドミンゲス内野手との契約に合意したと、まあ、現地の記者によって伝えられたそうなんですけれども、ちなみにこのドミンゲス選手、2013年にアストロズの正三塁手として152試合に出場し、打率2割4分1厘、そして21本の本塁打、それから77打点という成績は残していますけれども、サット的にはドミンゲス選手、まあね、どんな印象ですか。まあ、2013年ってもう4年前の話ですから、そうですね、ちょっとなかなかまだここがパッと、ね、あんまりドスンとは来ないんですけど、はい、まあ、映像を見た限りではハイボールヒッターということは間違いないですね。であとは結構クラッチヒッター、まあ、引っ張り千本というところはあるし、まあ三塁の守備も肩強そうなんで、でも三塁ってどうなのかなっていうね、鈴木大地を三塁にコンバートして三塁手の外国人選手を取ってきて、まあこのドミンゲスがファーストを守れるっていうことですけど、でそうやってペーニャがもし残留すれば、ペーニャ DH、 ドミンゲスがファーストってなってくると、まあ井上誠也も出るとこないですよね。でそうなってくると、また和製大砲をせっかく育てようっていうところで、まあその道が閉ざされる。でももう思い切ってドミンゲスサードで鈴木大地をもう一回セカンドに戻す。いやだってもう仕方ないですもん、三塁オボが三塁手なんで。そう、なるほどね。だからそういったところもまあ考えながら、まあどうなっていくのかなっていうのは、まあこの選手の能力自体もキャンプオープン戦見ながら確かめたいなと思いますね。そうですね、はい、新監督がどのような采配をなさるかということですね。さあ、ウィーラブマリンズでは現在シーズンオフの特別企画を行っています。題してこの選手はすごかった、俺のライバルたちということで、現役時代に対戦した中で衝撃を受けた選手について話してきましたが、ラストの今回は特別編ということで、この監督はすごかったというね、監督についてのお話をしますけども、はいはい、やっぱり僕の中で一番印象的だったのは、なんかまあ相手チームの監督で一番思うのは、やりづらいなとか、もうなんかこうあのひねくれた采配するなとか、なんかこうこういう時こういうのやられたら嫌だなっていう、相手が嫌がるような采配してきて、一番印象残っているのはやっぱ野村監督ですよね。やっぱそうなの。楽天時のそれで一番代表的なのが、ワンアウトランナー二塁だったんですよ、でピッチャーがワンバウンド投げてワイルドピッチになって、ランナー三塁行ったんですよ、でそれでカウントがワンボールワンストライクぐらいだったんですけど、でバッターそんなに長距離砲じゃなくて、まあ非力なタイプのバッターだったんですよ、でそこで僕が思ったのは、ここで続けざまに
スクイズとかしてこないよなって思ったんですよ。僕はね一瞬、はい、野村監督だから、うん、でもここあツーボールワンストライクだ、カウントがツーボールのワンストライクね、でツーボールだからここでウエストはできないと、でもしてこないよなバッターと兼ね合いしてきそうやなと、でもまあウエストするわけにはいかないからそのまま勝負いったら本当にしてきたんですよ、間髪入れずにで成功してやろーって思ったんですしてやられたっていうね、だからまあ本当になんかまあ人が嫌がるっていうか、そういったところのこう弱者の兵法じゃないですけど、そうやって隙を見つけて一撃で仕留めるっていう策はあれを見た時にすごいなと思いましたね。その間髪入れずにワイルドピッチの後続けてスクイズって、そのもうタイミングも1球でも逃しちゃダメだし、瞬時にだからまあ多分最初から自分の中でイメージしないと無理ですよね、ワイルドピッチになってハイスクイズみたいなね、そういったところの、まあ、予備知識っていうか準備もすごいなと思ったし、盗塁とかのカウントとか、あこのカウントピッチアウトもしづらいし嫌だなって思う時に成功するかどうかは別として策的には結構ありましたね。でも佐藤もさキャッチャーだからさ、あの相手のバッターが嫌がることをやろうとかって思うわけでしょ、思いますけど、うん、あとは一番問題なのは、うん、その選手がついてこれるかどうかなんですよ。監督としても監督じゃスクイズの策出しました、うん、キャッチャーは嫌だなと思ってます、うん、でもバッター空振りして、うん、三塁ランナーアウトになりましたとかもありえるんで、策がビタッとはまっても選手が動けるかどうかはまた別物になってくるから、うん、まあ、そこの兼ね合いも含めて難しいなっていうところもあります。よっぽど嫌だったんだね。いや、じゃあ嫌だったね。これこういう時こういうのやられて嫌だなって思うことやってくるんですよ。でもそうやって分かってんだったらウエストしたりすればいいやんと思うんですけど、うん、でもそこまでリスク取ってウエストして万が一何も起こらなかった時のこっちの傷跡がすっごい残るんで、なるほどね。だからやりたいけどできない時ってあるじゃないですか。そういった時にうまくやってくるんですよね。もう勝負の世界って本当こうね、裏の裏を嗅いでとかね、うん、あるもんね。でもそういった時に思ったのはやっぱり自分がこういう時こういうのされると嫌だなっていうことをやってくる采配はやっぱり正解なんだなっていうのを思いましたね。なるほど。だからいざ逆の立場になったら、うん、あここでこういうのやられたら嫌だろうなと思ったら瞬時にやればいいわけですから、だからそういったのは、まあ、選手としてやりながら勉強な、野村監督の采配っていうのはやっぱ勉強になったなって思いましたし、あとまあ監督つながりで言うと僕落合さんすごいなと思ってたんですよね、はいはい、あの喜怒哀楽全く出さなくて無表情だよね。ずっと満塁ホームラン打おうが何しようが多分優勝した時だけ顔が緩むんですよね、うん、それ以外はずっとベンチの同じ位置に座って微動だりしない、あの精神力がすごいっていう、あの怖くないですか選手側からしても。あだから落合さんの本とか読むと、うん、言い分としては、うん、選手がベンチを意識しないでやらすために何が起きても顔色も変えないし何もしないっていう、だから悪い時に顔歪めたりとか叩いたりとか蹴ったりとか、うん、いろんなこのリアクションを出すと、うん、選手がベンチ見ながら試合するようになるから、うん、嬉しい時でも苦しい時でも腹立つ時でもどんな時でももう常に微動だに試合でやることによって、うん、選手がベンチを意識しないでやれるようになるんじゃないのかって書いてましたけど、まあ確かになんかね怒ってるソーブルを見たらうわ怒ってるよあれ何に怒ってんだよみたいな、まずそもそもみたいなはいまた打たれたから怒ってるみたいなねとかは、選手は監督コーチのことよく見てますから、あのマウンドにいてね、試合してても、うん、練習してても、うん、何してても監督コーチの一足一動足全て見てますから、何気に。そうなの。だからね、変なことしてるとすぐ話広まりますよ。いい噂は広まらないですけど、ちょっと変なことしてると悪い噂は一気に広まりますから。何ちょっと悪いことって。いやそれはちょっとね、電波を通しては言えないですよね。ごめんなさいさすがの僕でもすぐ広まっちゃうね、はい、だそういったところはやっぱ落合さんの、うん、で僕だったら言ってることは分かるんですけど、できないなって思います、うん、無表情でね。やっぱ嬉しい時でも、うん、苦しい時でも無表情でずっと言い続けるのはすごいタフやなと思いますね、うん、我慢が必要だね監督はね、やっぱりね。あとやっぱりあの WBC で王さんと2006年行った時に、うん、まあ、あの正直僕2005年ちょっと頑張っただけのロッテ軍団の中で日本一になって、まあ、勢いで日本代表になったって言っても多分過言じゃないと思うんですよ。でそのピッチャーには上原さんいたり松坂いたりとか、イチローさんが外野にいたりとか、小笠原さん、三冠王の松中さんとか、すごいね、スーパースターたちが僕の目の前にいる中、うん、
僕が何の、まあ、僕勢いあったっていうのも あるんですけど、何の気負いもなく本当に好き勝手できたのは王さんがもう佐々木君、もうこの日本代表は佐々木君に任せるから、もう好きなように自分が思う通り思い切ってやってくれていいから、もうあとは任したって言われたんですよ。この一言は本当にやりやすかったですね。あ、プレッシャーじゃなくてやりやすかったの。はあ、好きなようにやっていいんだっていう。うわ、ここですよ。ここが違うのよ、やっぱりね。だから、いろんなこと気にしないで、もう自分が思うまま完成に、もう任せて、すべて、上原さんだろうが、松坂だろうが、杉内和田だろうが、ロッテのピッチャーだろうが、常に自分が思ってることを、もう一番にやろうっていうふうに、あ、自由にやっていいんやと思いましたね。でも、そういう意味じゃ、やっぱ日本代表になれたからこそ、王監督とのそういう ね、対話もあったということだし、でも今のキャンさんのリアクションもそうなんですけど、僕どこでこの話しても、はあ、それで自由にやろうって思えるんだってみんなに言われるんですけど、それが普通じゃないんですか。違うよ、普通はもう責任を感じるし、ここで負けたら、ここで打たれたらとか、そっちでしょ。だって自由にやっていいよって言われてるんですよ。楽しいと思えるところがね、やっぱりね、佐藤のやっぱりね、こうなんだろうな、強さだね。まあでもそうやって、うん、まあもし王さんからすれば、僕の性格とか、うん、僕の考え方を分かった上で、うん、そうね、言ってくれたのかもしれないし、ね、信頼してたんだと思いますね。そういったところでは、うん、まあ星野さんの北京の時もそうだし、うんうん、まあいろんなね、もう名将と言われる監督さんの下で、まあロッテ以外ねのチームではできたのは大きかったし、戦えたっていうのはすごい大きかったと思いますし、まあロッテで言えばね、やっぱりまあボビーが僕を引き上げてくれたんで、まあボビーが一番いいなと思いますけど、まああのプロ野球チームの監督と選手のあのこう絆とかね、はい、あのどういう監督が一番いいんですかとか、どういう監督ダメなんですか、もう簡単なんですよ。自分を使ってくれる監督が一番いい監督なんですよ。自分を使ってくれて、自分の意見組んでくれて、自分の言ったこと通り好きなようにやらせてくれる監督が一番いい監督で、自分を使ってくれなくて、言ったことも聞いてくれなければ文句しか言われないような監督が、どんな名称でもそんなクソ監督なんですよ。本当にこれ多分どこの世界でも一緒やと思うんですよ。会社でも自分のことを引き上げてくれる上司はいい上司だし、どんなに頑張っても認めてくれなくて全然ないがしろにされるような上司は悪い上司になるわけじゃないですか、自分にとってね。だからどんなことでも一緒ですけど、でもそう考えたら、まあボビーは僕を引き上げてくれて、しかも自由にね、歌歌っても OK だし、何しても自由にやらせてくれて、どっちかとやりたい放題的なところあったよね。だからそのおかげで、まあ僕、今の僕があるって言っても過言じゃないと思うんで、そういう風に何にもかも自由にやらせてくれたボビーには感謝しますよね。きっとボビーあれじゃないの、佐藤が歌を歌うところも含めてこう球場が明るくなるっていうね。まあどこまで見据えてくれたのか分かんないですけど、でも本当にすごいなと思いますけど、まあそんなね、今日は監督さんのお話させてもらいましたけど、これからお送りする曲は音楽シーンの名監督といえば、やっぱり名プロデューサーになってくると思うんですよ、だね。そんな名プロデューサー、マイケル・ジャクソンと共に生きたクインシー・ジョーンズプロデュースで、マイケル・ジャクソンでロック・イズ・ユー。さあ、マリーンズ2018年春季キャンプはですね、2月の1日から19日まで沖縄県石垣島の石垣市中央運動公園野球場で行われます。メールが来てます。ラジオネームカッポンです。この1年間ロッテファンとして苦しいシーズンとなりましたが、どんなに負けが込んでいてもこの番組聞いて今週もロッテ応援しようという気持ちになれました。本当にありがとうございました。今年1年を振り返ってお二人はどうでしたか。マリーンズの今年の反省点と来年期待したいところがあれば教えていただきたいです。反省は全部ですよね、もう納得する部分も何一つないし、まあやっぱり新外国人選手に頑張ってもらわないと来季の浮上もないんで、まあそういった面では、まあ新外国人選手の頑張りを見てみたいなっていうところと、まあロッテファンの皆様にはやっぱり弱い時も知っての強い時を知れば、あの時あんな弱かったのになってまた笑い話になるんで、まあそれを期待しながら来季応援したいと思います。ですね、まあ、私はですね、とにかくもう一喜一憂せずにですね、見守っていきたいと思います。はい、ということでこのコーナーではこれからもマリーンズを、というか今年とりあえずラストですからね。そうですね、はい、はい、まあ、来年に向かって頑張りましょう、はい、以上ウィーラーマリーンズでした。